あのお金の勉強をしてね僕は分かったことがあって金は血液だとはい、まあ、金は血液っていうのはまあまあ、経済がどうやって回ってるかって話ですねうんまあ考えれば分かることなんですけど考えないんでなんかそのお金を払うってなんか嫌じゃないですかでもお金を払うことが嫌で全員払わなかったら、まあ、どう考えてもユニクロの服も売れないしまあ食品も売れないし ま、そこの会社の売上ゼロなんで、雇用できないですよね。うん。トヨタもね、なんでその1兆円企業なのかっていうと、車が売れるからであって <laughs>、そこに買う人がいて、うん。買う人と売る人がいるから、お金が流通して、お金が流通するっていうことは、買うこと、売ること。まあ、このセットであると。だからなんですかね、あのー、お金を払うことも、売ることも、 何すかね。お金をもらうことも、結局もらって僕も何かにまたお金を使って。で、そこの会社の売り上げになって、売り上げになるから、売り上げが出るから、その会社で、えー、働いてる人の給料が出るし。うん。だからお金を払うことも、売ることも、お金をもらうことも、お金をもらってね、1円も使いませんってことは多分ないと思うんで。ね。電気代を払うだろうし、ガス代も払うだろうし、でガス会社で働いてる人の金になるだろうし。 だからまあ,あの循環させるってことは大事ですね。うん、だからそのなですかねお金の使い方になん,かなんか前はなんかこう思ってたんですよ。なんか金持ちがあのすごい金持ち自慢とかする番組とかあるじゃないですか。でそ,のそ,そんな無駄遣いみたいなね。なんかそ,のそんなそんなに金使って。 金持ちの道楽だな、みたいな。なんかそういう見方しか、そういう見方しかできなかったんですよ、昔は。だけど、そういう道楽というか、金を使ってくれる人がいるかな例えば、ね、あのー、旅館でも一泊30万とか40万するとか100万するホテルがあって、まあそこにお金を落としてくれるから、まあそこのホテルが、あのー、売り上げが上がったりとかするわけで、 まあ、ロレックスとかね。まあ、僕、時計に興味ないですけど、ロレックスにね、すげえ高い金払って買う人もいて、ロレックスで時計作ってる人もいてっていう。だから結局、その、ね、安い、安かろう高かろう、まあ、レクサスを、中古屋さんもいれば、レクサスの新車を売ってるショールームもあったりとか、うん、結局、その、なんですかね、そこで動いてる人たちがいて、 うんそこでお金を落としてくれる人がいるから、逆に言うと、なんだ、税金もこう、取れるだろうし <laughs>。なんすかね、要は全部回ってるってことですね。うん、だから無駄遣いもクソも何もないってことですね。うん、結局全ては回ってるって話で。なんかお金のその、使い方で、あの、まあ、 ちょっと微妙なものがあるとするならば、なんすかね。うーん。まあ、犯罪的なものじゃないですか。うんまあ、マヤ、マリファナとかもね、国によっては合法なんで何とも言えないですけど。<laughs> ね、マリファナってありますけど、国によっては合法のところもありますからね。何なん,なんすかね。<laughs> そう。 タバコもねなんかタバコもヨーロッパだったからもうタバコを作っちゃいけないみたいな法案が出たらしいですねだから国によってはもうタバコがもう国として禁止作るの禁止みたいになるみたいなね何 <laughs> な,んなんですかねうんそうだからまあ結局お金は血液っていう <laughs> だからお金っていうものがなければ 物、まあ、ブツ,ブツ交換じゃないですかだからその逆にすごいなと思うんですよね要はその循環しやすいじゃないですか物々交換よりお金っていうものがあった方がその流通このぐるぐる回しやすいんですよねでもブツ昔は物々交換だったわけじゃないですかだからお金を作った人すごいなと思いますけどね逆に <laughs> うんそう、はい、だからお金は使って稼いで使って稼いでの繰り返しです うんまあ堀江さんがねほんとありがね全部使えみたいなね本もありますけどまあ全部使わなくてもいいけど使う使わないと結局何すかね死んだ後使えないんで、はい、なんかねデータもこれあるらしいんですけどあの死んでお金がお金を全部使わず死んでいく人要は使っあの死んだ後の残ってるお金って結構あるんですよ 郵帳とかも、なんか、郵便局とかのお金も、そのお金が結構あるらしいんですよね。<laughs> その、死んだ後のちょ貯金どうするみたいな。で、その、ずっとあるみたいな。で、なんかね、何十年かすると回収されるのかな。まあ、よく調べれば出てくると思うんですけど。すげえ金があるらしいですよ、それ。<laughs> まあ、僕はまあ、死ぬ前に使い切りたいですけどね。もう0円で死にたいですけどね。できれば。 うんはい、いいってらっしゃい